最高です。おはようございます。今日は久々に美容デー Vlog を撮っていこうと思います。ビタミンで、今日は歯医者に行くので、ナチュラルメイクです。で、歯医者って言ってもその普通の治療っていうより、それを美容系の歯医者に近くて、ゼロネイトっていうやつをしたいなーって私ずーっと思ってて、ゼロネイトって何って感じやん。知ってる子もいると思うんですけど、そのゼロネイトっていうのがこの歯にこうラミネート、めっちゃ薄いラミネート、もうほんまに薄いやつ、昔にあったこうセラミックっていうのは分厚いから歯に貼り付けるってなったら、見た目は綺麗やったとしても元の歯をガーって削るしかないのね、やり方が。けどそのゼロネイトっていうやつがもうめっちゃ薄いらしいのね。このめっちゃ薄いやつをそれぞれの人に合う形に作って、それを貼り付けるっていう手術なんやけど、それをできるのがっていうしかっていうところでできるねんけど、そこのインスタとか見てたら、あ、この人もゼロネイトなんや、この人もゼロネイトなんや、あ、この綺麗な歯もゼロネイトなんやって、その芸能人とかインフルエンサーとかめっちゃやってるのね。で、私それをずっと気になってて、カウンセリングは一回行ったのよね。けど、それも1年ぐらい前。そのカウンセリングに行ったのが1年ぐらい前で、まあちょっとなんか、悩むなーって感じだって、その値段とかも値段やし。で、まあ悩んでたんですけど、やることに決意をして今日は行くっていう感じなんですけど、なんか私笑う時とかもめっちゃ口隠してまうねんけど、なんかそれがなんか私矯正はしたんですよ、昔。矯正はしたから、この歯並びは、まあ。普通にいい感じなんやけど、歯の形とか、その、見た目的なものってさ、矯正でどうしても変えれやんやん。こう、並びは変えれるけどさ、歯の大きさとか、こう、形とか、色とか、そういうのってさ、矯正じゃどうにもできやん部分があるじゃん。で、私、こう、横から見た時の、こう、歯の感じとかがなんかちょっとコンプレックスやったのね。そのもう一回、この歯を矯正して、あのさ、奥に引っ込めるやつあるじゃん。わかるかな？この歯を抜いて、その隙間をこう埋めていって、こう奥に引っ込めるみたいな矯正。それも調べたり、日本にこの前帰省した時に歯医者行って、これってどんぐらいかかるんですかねとか、そういう費用とか、時期とかも聞いて、なんかそういうのも聞いてたんだけど、やっぱ、その今から矯正するのは、私もう一回したから矯正してどんだけしんどいかっていうのももうほんまにわかるし、今矯正してる子とかってほんまに頑張ってって思うぐらい、ほんまにさ、あれって痛いし、美味しくさ、ご飯とかも食べるのもさ、できやんくてストレスもたまるし、何より時間がかかるから、私はもう並び自体には、その不満っていうのは今ないから、それやったらそのゼロネイトっていうやつをやってみようかなと思って今日は。それをやりに行くっていう感じですね。私の友達にも3人やってる子がいて、周りにね、やっぱね、綺麗なのよ、ほんまに歯が。歯っていうか、口笑った時とかの口元とかがめっちゃ綺麗で、あー、やりたいなーってずっと私も思っていて、最近ちょっと日本でも有名になってきているっていう感じかな。なんかこの前も日本の友達が韓国来た時も、ね、あまねこれ知ってる、めっちゃやりたいんやけど歯のやつみたいな感じで、そう、 TikTok かなんかを見せてきたのね。で、それがそのゼロネイトやって、え、なんかそれ一回カウンセリング行ったんやけどめっちゃ気になるよなみたいな感じで言ってた手術なんですけど、それがね、どんなものなのかっていう。で、私ホワイトニングをずっと通ってて、けど日本みたいにホワイトニングって韓国ないのね。なんか韓国あるかもしれんけど、私が探せてないだけなんかな、わからんけど、多分韓国ってこういうもうちょっとある
ホワイトニングとかより発展したものがいっぱいあるから、美容の国じゃん、やっぱり。だから、ホワイトニングをする人っていうのがそもそもあんまおらんのかな。だから、なのかわからんないけど、ホワイトニング韓国で一回行ったんやけど、そこでやった時も痛くて、もう、ホワイトニングってね、30分とか40分とか、光を当てて、それで白くするってやつなんやけど、その光が強いと効果はあるねんけど、その分、歯がホワイトニングした日とか、次の日とか、こう、急にキンってなるのよ。知覚過敏みたいな感じのキンっていうのがあるやつはあるのね、ホワイトニング。でその前した歯医者はそれやって、あーもうホワイトニングあちょ無理やってなって、日本でおる時はずっとホワイトニングをしてたのね。だから1年前とかはこまめにホワイトニングに行ってたから、その時に比べたら色もあれなのよ、白くないのね。多分あの1年前とかの歯とかと比べても全然違うと思う。そう、地味にさ、こう、トーンが落ちていってるから、なんか、歯が黒くなったとかそういうのを言われたこともないし、今もどっちかっていうと白い方ではあるねんけど、まあ、ゼロネイトをしたらもっと綺麗になるかなと思って、今日は歯医者に行きます。そのゼロネイトしたホワイトニングとかもいらんし、春から色が変わるっていうこともないのね。だからもうめっちゃいいやん、そんな、と思って、行きます。この旗をさらば。제가이제치아상태를이제보고왔어요네그래서하나의形의오스스메란ですけれども한국의芸能人の方やインフルエンサーの方たちがされる形ですね。まっすぐになっているところの段差がある真ん中ぐらいですね。綺麗な U の字になる形が皆様好まれる形です。あの隙間がないとすごい詰まってる感じがして不自然になってしまうので어떤색상이이제좋을지한번말씀드리도록 、네、할게요、네、우선、네、어좀자연스러운느낌을한다고했잖아요진짜자연스럽자연스러운 、네、느낌그러면은이제시제노스타일을오스스맨두개를드릴건데 보면이제 OM3 컬러나이제 1M1 컬러두가지가있어요이건진짜자연스러운컬러고이거는좀더자연스러우면서좀더밝은컬러거든요바리솔한번켜달라고해주실까요네 감사합니다テンポゼロニットですね。でも、ファイナルゼロニットがめっちゃすごい綺麗。私が描いてるこれ、やっぱり期待が됩니다。ありがとうございます。うちのその付け根、うん、ここにちょうどラインキュッて上がってきてるので、来た時よりかはそのなんていうか、だって気になってた出っ張りみたいなのかなり収まったと思う。え、それですか。추억님의랭커뷰가너무나재미있으시앞으로랭커뷰시즌3에서더재미있고발전된모습보여드릴테니까많이많이기대해주세요그래나꼼꼼해 오늘은염색도합니다무슨색하실거예요에이것보다는아우둡게아우둡게하고싶은거앞머리다재밌었어요아재밌었어요 너무재밌었어요쇼츠에계속봐요 네네네 지금온도나온거짜자잔세로네이트이걸로붙여드릴거예요14번14번
ちゃ綺麗ですね。あれ、진짜너무이뻐요。너무綺麗。OK。自然のスタイル、綺麗。진짜自然のスタイル。너무너무감사합니다。완성。완성。완성。100점만점。よし。え、너무이뻐요。OK。ね、やばい、めっちゃ綺麗。すごい。めっちゃ自然ですね。なんかこれゼルネイトを撮ってるからわかるけど。知らん人が見たらなんか歯やってんなみたいな。すごい自然です。すごい綺麗ですなんかこの突出感も綺麗だかも。ちょっと横の最高です감사합니다。감사합니다。ありがとうございます。あれ진짜너무예뻐요。 See you。 メロメイト。 あれ진짜너무예쁜사포도。 あ、여기있으면내가찍어줄게。 이렇게笑えます。ずっとこうやってたんですよ、笑うとき。そう、イエイありがとうございます。注意事項ということで、してますかね。ちょっと見ていいですか。全然見ちゃってない。私手術です。引退です。所有这些被校园霸凌的女孩。